今仕事中、執筆中なんですけども動画メモを撮っておきたいと思います。コミュニケーション活動、これは、通達的なコミュニケーションと、感化的なコミュニケーションがある。通達的なものは、自分が見たもの、聞いたこと、例えば読んだ本とか見た映画とか、あるいは火事の現場を見たとか、そういうことをとにかく誰かに話したい、伝えたいと、今起きていることを伝えたいという欲求、そこから起こるのがこの通達的コミュニケーションで、感化的コミュニケーションっていうのは、どちらかというと相手の感情を操作するという、共感してほしい、同情してほしい、一緒に悲しんでほしいとか、伝えたい相手の感情を、自分が意図した方向に持っていこう。でそれを本当に意図的にやってるのがこの企業のイメージカラー